皆さんこんにちは、ボルリーチャンネルです。今回は今年度2023年8年ぶりにフルモデルチェンジの予定が噂される超人気車種アルファード、そのアルファードの新型を購入予定の方はぜひ参考にしてほしいと思います。現行 30系アルファードは8年間の販売台数が全グレードで約50万台の売れ行きがあり、姉妹車の現行ベルファイヤーも約25万台と超人気車種となっております。その次期アルファードが今年の3月頃から6月頃にかけて発表されると各雑誌やネットなどで情報を予想していましたが、ついにその実態が明らかになってきました。その詳細は先日某有名雑誌などが明らかにしていましたが、さすがプロの仕事、私の得た情報とほぼ一致しております。先日中国のサイトで流出画像として公開されていましたが、意外と信憑性が高いかもしれません。なぜかと言いますと、今月4月末に新型アルファードとベルファイヤーのお披露目会が内密に行われるとのことです。なので現在ほぼ車体が出来上がっていることと言えるでしょう。この流出画像の信憑性はさておき、確実な日程と情報は以下のようになります。今月4月末の極秘お披露目会、もちろんカメラやスマホなど持ち込み禁止。6月上旬記者発表、ここからカタログなど公表され見積もり開始となります。最近納期問題が緩和され、先日の動画でお伝えしたように各販売店でのアルファードとベルファイヤーの販売枠がプリウスの10倍ほどとなりますので、早期納車を期待できることと思います。ちなみに私は地域最速で納車いたします。そして皆さんもご存知かと思いますが、走れるミニバンとなるベルファイヤーの存続、ハイブリッドの新世代ダイナミックホースエンジンなどの採用、車両価格が各グレード1割ほどの上昇、全てがグレードアップすることとなります。また新しい情報が入り次第お伝えしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。